今日は受験勉強やりながら今思うと無駄だったなっていうことを3つお互い紹介したいと思います。これから勉強するにあたっていろいろやりたくなると皆さん思うと思うんですけど、僕たちはもう受験勉強してきたわけですけど、試行錯誤の日々だったから、まあ、これはもうやらなくてよかったんじゃないかなっていうことをあらかじめ皆さんにお伝えすることによって皆さんの無駄を省いていこうっていう、今日はそんな企画です。一つずつ行ってきますか。一つずつ、そしたらそういいよ。あ、はいはいはい、あ、俺いいですか。はい。毎日全教科やろうとしてたんです俺。河合塾だったんですね。河合塾で授業がある日もない日も結局自習室が河合塾にあり、そこに入り浸りながら勉強していたわけですけど、全ての教科を毎日網羅しようと思っていたわけなんで、昔だと、しかも今みたいにスマホとかないわけなので、全部紙媒体のものを使って勉強しなきゃいけないわけですけど、本当にカバンの紐ちぎれるんじゃないかっていうぐらい背中にめり込む。ショルダーだった、ショルダーショルダーでショルダーでママチャリで俺30分ぐらい漕いで行ってたんですね。こんなんじゃん。本当にね、雨が降ろうが風が吹こうがチャリだったんですよ。雨の日とかやばいでしょ。雨の日やばかったっすね。ゴミ袋に僕のバッグを積んでチャリンコのカゴにぶっ刺して手投げすぎる。でも結局持ってった参考書とか書物の10分の1も僕は開いてなかったと思うし、念のため持っていくとかそういうのはマジでやめた方がいいと思う。体力の無駄。毎日それを持っていくって考えただけでもやっぱやる気はなくなるから、頭じゃなくて体を鍛えてんだよね多分。それを追い込んでさ、マジで本当体力を大切にした方がいい。とりあえず一つ目ですよ。まだいっぱい出てくる、いっぱい出てきた話したら。全教科やんないといけないと思ったんだ。多分そう思ってたのかな。でも途中でさ、これ使わねえじゃんとか気づくでしょ。気づくけど持ってってたんですよ。なんか使うかもしんないしみたいな。あと使わないのにデザインが好きな参考書とかあったんですよ。意味ねえ、意味ねえじゃん。表紙がかっこよくても変なっちゃ分かんねえだろ。そうなんだけど、パッケージがかっこよくて、これをマスターしてたら俺超かっこいいじゃんみたいな、なんかそういうなんかあって。マスターしたのそれ。ちなみにさ、それ全然使わなかった。それが多分一番無駄。聞いたのか、まだそれでやり込むんだったらいいけど、しかもやってねえし、それは無理だわ。それは無理だろ。笑っちゃいけないけど笑っちゃうよ、それもう。それ なんだったら、ちなみに何これ、ちょっと待ってくださいね。いや、なんかかっこよかったのよ、本当に。あこれだ、これ解体英熟語イディオン。確かにこれはかっこいい。これがグラレッツみたいじゃないですか。持ってただけだった。持ってただけだったっすね。デザインで買うのはまあ分かる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 けど、やり込もうぜ。あとね、あと山川のね、単語帳、政治経済とかその世界史とかの、あれ持ってるとマジ頭良さそうって見えるじゃないですか。分かる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 、山川のやつは分かるんだけど、確かにデザインで買うのは悪くないと。結局やるときにほら、モチベーションが上がんないとさ、やろうみたいになんないといけないから、まあ、はい、その気持ちはすごい大事なんだけど、確信はそのやったかやんないかだからさ。書いてある字がすげえ細かいんですよ。これをマスターしてるやつがすげえ俺かっこいいと思ってて。ああ、そうそうそうだよ、そうかっこいいと思う。